皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日後も問題練習の3日目です。今回もまだ小学校の復習です。なおこのシリーズで初めて出てくる内容のものに対しては画面の上部にその学習内容を勉強できる動画のリンクが表示されるのでそちらを利用してみてください。では問題を見ていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、8-3×2、引き算と掛け算が混じっている計算ですね。この場合は掛け算を先に計算しました。ですから 8-3×2 の6ということなので答えは2になります。括弧2番、 5.4×3.6、 小数同士の掛け算ですね。これは筆算で計算しましたね。 5.4×3.6 ですね。 6×4=24、 6×5=30 で324、 3×4=12、 3×5=15 で16、 4×4=9=1、それから小数点の1、掛け算をしている小数を見て小数点以下の数字がいくつあるか数えます。まず1つ2つあるので小数点の1は一番後ろから1つ2つ、ここの位置になります。ですから 19.44 ですね。答えは 19.44 です。こちらもし使えた人は先ほど出たリンク先で復習してみてください。では括弧3です。5×4×3/4。分数同士の掛け算は、分母は分母、分子は分子で計算しましたね。ですから 5×4×3、 こんな形になって約分できるところをまず約分します。4と4があるのでここがこうなりますね。そうすると5分の3、これが答えです。ここの部分わざわざこんな形にしなくてもこのままできるという人はここで約分をしてみてください。では四角2です。次の問題を解きましょう。括弧4、 X に当てはまる数を求めましょう。比の問題ですね。1、 3×5=12×X、ね、前の部分イコールの前の部分は3×5、後ろの部分は 12×X で X がいくつか求めるんですけれど、この時前の3の部分と12の部分に注目して、3が12になっているので何倍したかを考えましたね。そうすると 3×4 が12になるので3を4倍してあります。ですから5を4倍したものが X になるって考えるんでしたね。で 5×4 ですから、これは20ですから X は20というのが答えになります。2です。15:9は X:3 ですね。イコールの前の部分15:9、イコールの後ろの部分 X:3 ですね。15の部分が X になっていて、9の部分後ろのが3になっていますよね。9が3になるためには3で割りました。9割る3は3ということですね。ですから X は15を3で割った数、こう考えるんでしたね。15割る3は5ですから、2の方は X は5、これが答えです。括弧5、下の円の円周を求めましょう。円の円周を求める式覚えていますか？円周は直径×3.14 でしたね。図を見ると
半径が5センチですよね。直径は半径の2倍ですから 5×2 の10が10センチが直径になるわけですね。この直径の10センチに 3.1 をかけるので 10×3.14 を計算します。 3.1 を10倍するということなので小数点が1つずれるだけでした。覚えていますか？ですから答えは 31.4。 単位をつけて 31.4cm とこのようになるわけです。今回は1日5問問題練習の3日目、やはり小学校の算数の復習をしました。皆さんはどうぞこの動画を参考にいろいろな問題をやってみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。